今日は縄跳びどれぐらいできるかっていうのを検証、みたいなのしていきたいと思います。おー、すごい。10回できたらクリアという感じで、はい、やっていきましょう。まずは前跳び。前跳びはクリアした。クリアね。後ろ跳び。はい、クリア。次ね。前掛け足跳び。すごい。後ろ掛け足跳び。はい、すごい。次は前あや跳び。得意じゃない。すごい。はいよ。次後ろあや跳び。次はね、前交差跳び。はい、すごい。はい、次ね、後ろ交差。こんな感じです。次ね、前サイドクロス。はい。あ、そうやって飛んでんの？おお、すごい。なんだそれ。後ろサイドクロス。後ろサイド、はい、できます。こういう感じで。うん。作って作ってよや。うん。すげえな。なんだそれ。後ろサイドクロスね。はい、じゃあ次、前20跳び。すごいね。10回。はい、オッケー。次、ちょっと休憩する？いける？次ね、はやぶさ。はやぶさね、1回ができるかできないかぐらいなんですけど。頑張ります。じゃあはやぶさが何かわからんけども、とりあえず。あ、待って、今1回。何？なんだそれ。なんだそれ。クロスして20跳びってこと？なんだそれ。次ね、ツバメ。ツバメか、やるよ。クロスして20跳びってこと？あ、交差20ね、交差20。ちょっとツバメもう一回やって。おお。そんな感じね。の最高記録いきました。7回ね。最高記録7回ってよかったで、最後後ろ20跳び。あれです。これ気をつけないとね。でも飛べるんだ1回。おお、飛んだ。全15種類終わりました。すごいね。大体1回はできるやつ。バイバイ、また見てねー。See you。いや、意外と縄跳び取れるんですよ。